で、今回は健康保険の論点について学習していきたいと思います。で、健康保険は会社員とその被扶養者が加入する医療保険で、協会健保と組合健保の2種類があります。で、協会健保は中小企業の会社員などを対象とするもので、組合健保は大企業の会社員などを対象とするものというイメージです。まあ、中小企業は一社単独で保険制度を運用するのが難しいですので、みんなで集まって全国共通の給付を行う制度を作っています。で、これに対して大企業は一社単独で保険制度を運用することができますので、協会健保の給付をベースに福利厚生の一環として保険料を安くしたり、独自に給付を上乗せしたりしています。で、これが組合健保です。で、試験では個別企業の保険制度を出題するわけにはいきませんから、全国共通の給付内容で組合健保にも最低限同じ制度がある協会健保について出題されます。まあ、なので、これからは、協会健保についてお話ししていきたいと思います。では、まずは、保険料についてです。で、健康保険の保険料は、給料に応じて変わります。で、具体的には、標準報酬月額と標準賞与額に、都道府県別の保険料率をかけたものが保険料になって、これを労使折半で納めます。まあ、ただし、育児休業を取得している被保険者にかかる保険料は、事業主が申請すれば、本人負担分と事業主負担分が両方免除されます。で、ちなみに、標準報酬月額というのは、保険料を計算するときに使う給料のみなし金額のことです。で、健康保険の制度ができた当時は、まだコンピューターが普及していなくて、経理事務はすべて、そろばんや電卓を使って手作業で行っていましたから、一人一人違う給料に一人ずつ保険料率をかけて個別の保険料を求めるのが大変だったんです。で、そこで、例えば給料が29万5千円の人も30万5千円の人も29万円以上31万円未満であれば、保険料の計算上は全員30万円とみなすというのが標準報酬月額です。で、次は被保険者についてです。で、健康保険の被保険者は、役員を含む会社員と一定要件を満たしたパートタイマーです。で、パートタイマーが被保険者になる場合は、基本的には勤務時間と勤務日数が同種の業務に従事する正社員のそれの概ね4分の3以上ある場合とされています。で、例外として賃金月額が8万8000円以上、1週間あたりの所定労働時間が20時間以上など、一定要件を満たした人も健康保険の被保険者となります。で、それから被保険者に扶養されている人も保険の給付対象となりますが、被扶養者は保険料を納める義務がありません。まあ、なので、みんなできることなら誰かの被扶養者になりたいですが、当然無条件になれるわけではなくて、一定の要件があります。で、基本的には被保険者と同一世帯に属する場合、年収が130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、扶養に入ることができると思ってください。では、続いては健康保険の給付についてお話ししていきます。健康保険の一番基本的な給付は、療養の給付と家族療養費です。病院の窓口で払うお金は、基本的に医療費の3割というのは一般的によく知られている話ですが、あれはなぜなのかというと、健康保険に入っていれば、療養の給付や家族療養費として、
医療費の7割が給付されているからなんです。ちなみに、窓口で払うお金は必ずしも3割ではなくて、人によっては2割であることもあります。で、また、中学生までは窓口負担がゼロである場合もありますが、あれは自治体独自の制度ですから、健康保険の論点ではありません。で、次は高額療養費についてです。で、健康保険は国民が安心して医療を受けられるようにという目的で作られましたので、例えば医療費が1万円であった場合、窓口で負担するのは3割の3000円と非常にありがたい制度になっています。まあ、ただ、もし重い病気を患って医療費が100万円かかると言われた場合、3割負担の30万円は大きいですから、治療を受けることを諦める人もいるかもしれません。で、そこで、療養の給付と家族療養費だけでは、国民が安心して医療を受けられないということで用意されているのが、高額療養費という制度です。で、これは、月ごとの医療費の自己負担額が、一定の限度額を超えた場合、超過額の返還を受けることができる制度です。まあ、ただし、差額ベッド代や入院時の食事療養費、生活療養費は対象外で、自己負担限度額は収入に応じて定められています。で、例えば、現役世代の一般的な所得者が入院して100万円の医療費がかかった場合、自己負担限度額は87,430円になります。で、図で説明しますと、100万円の医療費のうち、7割部分の70万円は療養の給付でカバーされて、本来的な自己負担額は30万円となりますが、87,430円でいいですよというのが高額療養費制度です。足りない部分の212,570円は、高額療養費として、療養の給付に上乗せして、健康保険から給付されます。次は、高額介護合算療養費についてです。先ほど出てきた高額療養費制度は、1ヶ月単位の制度でしたが、高額介護合算療養費制度は、1年単位の話です。で、これは、医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、一定の基準額を超えると、超えた分が払い戻される制度です。で、次は、傷病手当金についてです。で、健康保険で手当金というと、お給料の補填のようなイメージで、被保険者が病気や怪我を理由として、連続で3日以上仕事を休んだ場合、休業1日あたり標準報酬日額の3分の2相当額の収入が最長1年6ヶ月間保証されます。で、例えば、1日から3日まで休んで、4日と5日は頑張って出勤したものの、6日から9日まで休んだという場合、3日に3日連続で休むという条件を満たしていますので、6日以降、傷病手当金が支払われます。で、また、1日と2日を休んで、3日と4日は頑張って出勤したものの、5日から9日まで休んだという場合は、3日連続で休むという条件を満たしたのは7日ですので、8日以降、傷病手当金が支払われます。次は、出産育児一時金と家族出産育児一時金についてです。で、健康保険に入っていると、病気や怪我をした場合、医療費が3割負担になりますが、出産は病気や怪我ではありませんので、療養の給付の対象外です。で、そこで、被保険者本人や、被保険者の被扶養者が出産をした場合には、基本的に、一時あたり42万円が給付されます。で、これは、
よほど贅沢な病院に入らない限り、実費に近い金額です。赤ちゃんがこの世に生まれてよかったねという語呂で42万円と覚えてください。次は出産手当金についてです。これは被保険者が出産を理由として仕事を休んだ場合に支払われるものです。手当金というのはお給料の補填のようなイメージですから、傷病手当金と同じく休業1日あたり標準報酬日額の3分の2相当額の収入が保障されます。支給対象期間は基本的に出産の日以前42日間から出産後56日間までで、出産前6週間、出産後8週間という意味ですが、これも語呂があって、死にそうな思いをしながら出産ご苦労様でしたということで、42日、56日と覚えてください。で、その他、埋葬料や家族埋葬料という、被保険者や被保険者の被扶養者が死亡した場合に5万円が支給される制度などもあります。最後は任意継続被保険者についてです。会社を退職すると、基本的には健康保険から脱退して国民健康保険に加入することになりますが、健康保険に留まりたい場合は、被保険者期間が継続して2ヶ月以上あって、資格喪失後から20日以内に手続きをすれば、留まることができます。で、このように、退職後も任意で健康保険の被保険者になり続ける人を、任意継続被保険者と言います。ただし、会社を辞めたのに、いつまでも留まることはできなくて、最長2年間という制限があります。で、また、会社にとっても辞めた人の保険料まで負担するいわれはありませんから、任意継続被保険者の保険料は、労使折半ではなくて、全額自己負担となります。2ヶ月、20日以内、2年間と、任意継続被保険者の論点は、任意ばっかりと思ってください。で、退職した場合、誰かの扶養に入ることができればベストですが、組合憲法で給付が手厚かったり、被扶養者がたくさんいる場合は特に国民健康保険に入った場合と比較してみるべき制度だと思います。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。